諸君こんばんはです。中学1年生ですね。いよいよ2学期が始まりました。さあ出てきますよ、出てきますよ。2学期アップアップアップのために方程式いよいよ出てきましたね。こいつの解き方復習していきたいと思います。まあ、今日ですね、新入生もいましたので、初めてやらかす方はですね、まあ、3人、4人いたかもしれませんですね。でもね、一回覚えちまえばなんとかなるので、少しずつやってきますのでね、よろしくね。はい、これでまたこの動画で復習をしていただきたいと思います。移行というのを勉強したんですね。移行って何ですかっていうと、こうを動かすんですね。こう、塊を動かしていくんです。X のこうは左辺、左側に集めて、数字のこうを右側に集めるんですね。ですので、この数字は右に持っていきたいんです。この X は左に持っていきたいんですね。で、この、イコールをまたいで、イコールをまたいで動かすことを移行と言って、その時の唯一のルールが符号を変えるんです。マイナスはプラスに、プラスはマイナスに変えるんだよっていうことなんですね。それでは移行してみましょう。4x はそのままです。プラス 2x を移行してきたので、マイナス 2x ですね。イコールはそのままですよ。4がいますので、ここに最初に4を書いて、プラス8を移行して、マイナス8にして持ってきます。はい。これで移行が完成されました。そうしたら次は、それぞれの足し算、引き算してあげるんです。4x-2x ですから 2x。4-8 ですから、マイナス4。問題ないですよね。そしたら2で両方とも両辺を2で割ってあげればいいから 2x÷2 なんで x マイナス 4÷2 ですからマイナス2。はい、答えということなんですね。どうですか、難しくないでしょ。もう一回確認しますよ。マイナス 2x プラス 2x を移行したのでマイナス 2x になりました。プラス8を移行したので、マイナス8になりました。それぞれ計算すると、2x とマイナス4。2で割ると、x はマイナス2。こんな形ですね。では次も同じようにしてやっていきますよ。まずは、マイナス19は右側。マイナス 3x は左側です。さあ、移行してみて、移行してみて、式書きましょう。5x はそのままね。はい。これ何 x になります？そう、プラス。ね。プラス 3x イコール5はそのままね。マイナス19を移行していきます。そう、プラス19。ね。と、5と3足して 8x ですよ。5足す19。よく間違えるのを気をつけてね。24。8で割ったら答えですよね。ですので、x イコール3。おしまいおしまい、できるぞ方程式、2学期アップアップアップね。はい、次移行しましょう。これが右へ、これが左へ、いきますよ。 4x プラス 4x イコール6そのままね。で5マイナス5ね。 8x イコール1ね。でもこの後8で割るんだけど、ちょっと引っかかるかな、これね。1割る8なんだけど、分数にするだけなの。X の方にあるものが分母に来ちまえば、割ったっていうことなのね。分母に来ちまえば。となるので答えが、X は8で割りましたよ。8分の1。こんな形になると、正解になるんですね。どうでしょう？それでは、ちょっと難しめならいきますよ。括弧を開けるんです。括弧を外すんです。これね、掛け算なので、4を両方にかけてあげてください。4x マイナス4、5、20。プラス x イコールマイナス10。括弧が開けられたら、今度は移行なんです。4x プラス x マイナス20を右に持ってきますね。マイナス10、そう、プラス20でしたよね。5x、これ 1x だから4足す1で5ね。マイナス10プラス20で10。
で、5で割ればいいんですね。5で割ればいいですね。x イコール2。10割る5で2。おしまい。どうですか、どうですか。6をかけますよ。これこのまま。4x-10 イコール6に 12x-6。越してから移行します。括弧をとにかく開けられたら移行すればいいですね。4x、これプラス 12x だから、マイナス 12x。マイナス6がいますよね。プラス、マイナス10だから、プラス10。4から12引くので、マイナス 8x ですよね。10から6引いたので、4。そして、これが分母。分母。x はマイナス8分の4。約分がこの時できるので、次に1回かけばいいですね。4で割っちゃって、2分の1。x イコールマイナス2分の1。このような形で、約分ここでして、きれいなことを答えを、最後に答え書いておきましょうね。そうするととってもいい、とってもきれいな式になりますのでね。はい、最後です。マイナス4をかけます。2つにね、6x はそのままです。マイナス4かけてマイナス 4x。マイナス4かける5でマイナス20イコール8です。6x マイナス 4x イコール8プラス20移行しましたよ。6引く4なんだから 2x ですよね。8たす20ですから28だよね。あとは2で割っておしまい。うわお、どうでしょうか、どうでしょうか。もう一回、初めての方のために移行というのをもう一回だけ確認します。移す項、項を移動させるんです。そしてイコールをまたいだときに移動させると符号が変わるっていうルールがあるんですね。ですのでちょっとこれ一回消してもう一回確認します。イコールをね、プラス8は数字は右に持ってきたいんです。そして文字は左に持ってきたいんです。でイコールをまたいで、イコールをまたいで動いたときに移行というので符号を変えるんです。動かないものはそのまま書いてください。符号も変えずにね。2x プラスなので、何もついてないっていうのはプラスです。だからマイナスで動かしてあげる。4、もともといるのを先に書いてやってください。マイナス8で持ってきます。プラス8だから。どうですか？と、これを計算すると 2x ですよね。4引く8なんで、マイナス4なんです。だから2で割って、マイナス2。どうでしょうか。移行ができたらとっても簡単になって計算も合ってるっていう形になるかなと思いますね。まだ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 復習しながら少しずつ進んでいきますからね。なんとしたって2学期を上げるためです。1学期は甘くついていますので、2学期に本当の成績がついてくるね、出てくると思います。で、下がっちゃう場合が多いですよね。ですからなんとかキープ、あるいは上げていこう、そんなつもりでいますね。では皆さん、またまた頑張っていきましょう。